皆さん久しぶりです。写真撮ってますか？今ねバラが素敵な季節ですね、私もちょっと撮る機会が多かったのでなかなか動画を更新できずにいました、ご了承ください、今日は新しい機種とレンズの紹介、そしてそれで撮った写真を見ていきたいと思います。今回私が購入した、カメラ、キスデジ X8i です。はい、こちらの商品を買いました。レンズ、これに合わせてレンズもシグマですね、17-50mm、こちらのものを購入しました。このボディをなんで選んだかというと、私がどうしても気になってた機能があったんですね。タッチオートフォーカス機能っていうのを試したくて、購入しました。よくねこの説明概要っていうの、仕様っていうの、あれを見て買うんですけども、やはり手で触ってみないとわからない部分も多いので、私の場合はちょっと合わなかったらすぐ売ってしまったりするので試しに使ってみることにしました。はい、こちらの 17mm-50mm のレンズに関してですね、こちらはいろんな方がレビュー動画を出してます。そこも見ましたし、どこかお出かけした時に使ってもいいような軽い実用的なレンズが欲しくてこのレンズを購入しました。 APS-C 機専用なのでフルサイズと兼用はできないんですけども、それでもねやはりこの F2.8 っていうところに魅力を感じまして普段使いに買いました。じゃあ早速このボディとこのレンズをひっつけてみたいと思います。はい、このような感じになります。はい、フィルターつけてません。風景とか花とか撮るときはサーキュラーつけてます。検証動画などで取っ手出しでやりたいなっていう時はサーキュラーピールフィルターっていうのをつけて撮るようにはしてるんですけど、あまりね普段はフィルターつけないんです。このね、このスタイルで撮った写真を見ていきたいと思います。はい、というわけで今回は水俣市で行われているローズフェスタバラ園に行ってきました。じゃあ早速絞り別に撮った写真を見ていきたいと思います。シグマのレンズを使って 50mm で撮ったものです。キスデジ X8i の新機能タッチオートフォーカスを使って撮ってみました。このバラはグラデーションがとっても素敵なバラだったので、グラデーションが分かりやすい花びらにピントを合わせて撮ってます。次は F3.2 の写真、3分割法をもとに撮ってます。 F3.2 のボケ具合は私が一番好きな設定です。今回使ったシグマのレンズではこのようなボケ具合になります。はい、次は F5.6 です。ちょっと視点を変えて撮ってみました。先ほどと同じタッチオートフォーカス機能を使ってます。こちらも F5.6 です。私自身ふんわりとした写真が好きなのでこの設定で撮ってます。設定を絞れば絞るほど花や緑の葉っぱ、石などが鮮明に映し出されます。ちなみに一つ前の写真はこの場所から撮りました。はい、いかがだったでしょうか。で、私が一番気になってた機能っていうのがこれをタッチするだけでピントを合わせて自動的に撮ってくれるっていう機能なんですよ。あれ、何これ、目に合わせます。はい、こんな感じになりますね。この機能が、キスデジのこの X8i についてたので、ちょっと使ってみたくて購入しました。このカメラ使ってみて、
感じたことはたくさんありました。でざっくり言ってしまうと、JPEG 向き、カメラを始めたばかりの方、ロー画像を必要とされない方にはぴったり向いてるんじゃないかなと思いました。バッテリーがね、やっぱりがっつり撮っちゃうとバッテリーが持たないんですよ。プレビュー撮影、あと低速とかそういうことをしなければとても軽くて楽しいカメラなんじゃないかなと思いました。はい、というわけで初めてのキスデジ、今回はね、初めてキスデジを使ってみて、エントリーモデルってこういう感じなんだなっていう、またね、キャノンのカメラの中でも違った世界を見ることができました。今日はこの初めて使ってみたキスデジ X8i の新機能、タッチオートフォーカス機能をね、使って撮った写真、そしてどういう機能かっていうのを紹介させていただきました。本日もご視聴ありがとうございました。シェアしてね。